コラボス、関西百名山。ワウワウ。時刻は9時10分になりました。2月3日節分ですね。今日はここ阪急宝塚駅にやってきました。2週連続です。またか。今日はですね、先週残しましたマヤさんに、行ってみようというプランです。どこに行くんですか？どこに行くんですか？マヤさんの手前は秋や、氷瀑や。そう、凍ってるといいですね。氷瀑を見に行こうと思っております。それでは今日も元気に、はい、行ってみよう、行ってみよう。ですね、先週はここからね、六甲縦走路に入ったんですが、今日は舗装路でまずは有馬温泉方面に向かっていこうと思っております。まずはここ右に曲がって、まっすぐ走ります。向こう側沿いに上流に向かってます。入る分岐にやってきますので、ここを左に取ります。ちょっと工事車両が多くってね、あの空気が悪いのがたまに傷やね。気をつけていきましょう。もうトラックが多いからね。宝来橋、宝来橋って何？なんか峡谷ちゃうの？行ったことない感じなんけど、そこから降りていけんねやろ。で行ったことないけどね。ない。はあ、しんど。この登りとか結構タフやね。しかしこんな暖かいのに滝は凍ってんのかな。ああ、もう凍ってなかったらなかった時やね。そうやな。それもまた一興。まもなく7キロです、駅から。はい。まだまだ続くよ、登りは。はい。はい。時刻は。何時や、これ10時23分、はい、距離はですね、宝塚駅から9キロで、はい、ここ、船坂の、交差点にやってきました。セブンイレブンがあります。そうそう、このセブンイレブン、まで来たら、きつい登りは一旦小休止、はい、まあ、結構きついよね、はい、頑張った。そして今日はですね、リュックデビュー、なんとトレイルランナーのくせにサイクリング用を購入しました。どういったなぜですか、これなぜですか。どこであろうと機能が良かったらいいんだ。どんな機能がおすすめなんですか、これは。ポケットがあんまりない。あのポケットが多いとどこに何入れたか分からなくなるそうです。結構多いと思いますが、このレインカバー内蔵なのも気に入ったそうです。イエーイ、これからよろしくね、長年。続いて、おしおさん、これの赤です。どうだ。10時43分、距離はまもなく12キロです。はい、ワンワンランド前です、はい。まあ、ちょっと廃墟ですけどね、はい、あ、間もなく有馬温泉ですね、はい。もう1キロほどかな。そうやね、はい、やっとね、やっと登山口まで行きますよ。もうどうしても楽しい登山の前はこういうきついロードトレーニングがついてますよ、我々は。バスっていう方法もあんねんけどな。バスちょっとくねくねして読むからね。走ります。外屋道を通ってですね、こっちから舗装路を、漢方の宿のところやね、はい、をすぐ左に入って登山道にやってきました。ここはなんていう登山道かな。トトヤ道経由で登っております。ここから一気に登山客が増えましたね。マイペースで登っていきましょう。ねえ、気持ちいいね。そして今日のおやつ、安納芋チップス&お餅ですね。前回からお気に入っているこの安納芋チップスはね、落としました。一回ね、こうしといて、オーブンで、200度のオーブンでカリカリになるまで焼いただけのもんなんですけどね、塩振って。とっても美味しいですね。はい。
しい。トトヤ道を離れて、スミヤ道を降りてきております。ここのちょうど上のところから、この階段を降りてきてます。リュウちゃんは、道の探すのに忙しいので純吉が、撮影隊に変わりました。氷瀑に近づいていきます。割と段差のある階段をしばらく登っていきます。ここのコースは人気らしくていろんな人と行き交います。今ちょうどお昼時なので、12時2分ですね。そこここでバーナーで昼食をとっておられる姿を見かけます。滝までもう少しです。あ、やっと来ました。七曲りの滝、ちょっと溶けてきてるけど凍ってるね。もうでもすっごい渋滞で休みの日は大変です。はい。休み大変です。できることなら平日に来たいです。ほんまやな。ほんまやな。人に危害を加えないようにやることで精一杯です。気をつけて帰りましょう。スノーロッコ、やっとね、人混みを抜けてね、やっとこの雪の白さと山の土の色を楽しめる余裕が、気持ちの余裕が出てきました。やっぱあれやね、人が多いとぶつからんように気をつけたりとかいろいろ気を使うからね。あ、綺麗よね。雪が降ってきました。雪のザックザックっていうのがいいね。かわいいね。指玉です。なるほど、口がちょっとええんかっていうことやけど、鼻かな。しゃーやめなさい。はい、13時08分、距離は19キロ、やりました。極楽茶屋とにやってきました。先週に引き続きまたここに来ましたね。今日は、もう1時回ったんでガーデンテラスで軽食をとってからマヤ山頂に向かいたいと思います。おお、先週より全然見えるね。ルートが違うと同じ山やと思われへんような感じやね。あ、きれいきれい。3時25分、ガーデンテラスに到着です。宝塚駅からの距離は約20キロです、はい、今日はですね、行きますよ、いよいよマヤに。ちょっと休憩します。選手より雪少ないね。うん、溶けてますね。いつもここのジンギスカンの看板が気になってましてですね、やりました、ジンギスカン丼。ちょっといただいてみます。早速、羊。持ってる。カツ丼です。カツカレーですよ。カツカレー。カレー。約20分の休憩を挟みまして、えらい天気になってきました。顔にじゃんじゃん降り積もってきます。でも今日こそは踏みますよ、マヤ山頂。後半戦スタートです。分かれ道、はい、また戻ってきました。これこっちから来るときもね、間違ってね、こっちに気がしないやけどね、ここ来ると間違いやすいよね。ポイントはこの谷口避けてるの、この看板からもうさっさとこっちに入ってしまうと。先週は左や。そう何遍来んねん。
落としがちよね。ここ全山縦走路って書いてあります、うん、でちなみに逆から来るときはあそこ間違わずに道なりにシャドウ私ぶっちぎってしまったことありますけど、あそこ入っていくんですよね、あの白いとこね。はい、はい、こんな感じです。めっちゃ雪です。羊飛び出し注意。羊食べましたけど。ピヨヨン。食べたで羊。食べたで、美味しかったよ、柔らかい。雪降りしきる六甲です。はい、こうです。あ、こっちが行くの？はい。牧場行ったらだいぶ遠回り。あ、なるほど、うん、こっち行くと牧場に行ってしまうんですけども、はい、これもね、見逃して縦走するとき行ってしまいがちな。ここで左に曲がる。はい、はい、はい、舗装路に出てきました。この道をずっと降りてきて、左に下っていきますと。はい、でしばし舗装路です。ずっと舗装路やで、前さんまでも。しばし舗装路で。重走路は山道に入ってるけど、めんどくさいからも入らない。で、プチ氷瀑です。ゆっくり感触ください。カッチンこっち。誰か面白がって勝ち割ったんやね、これきっとな。この辺とかもすごいよ。こういうあれでできるんやな、あのカッチの大きいバージョンもな。へえ。すごいね、自然の出せる気。ねえ、こんなになるとなんかあれやね、氷瀑って感じやね。ちょっとすごい走り抜けると気づかんけど楽しいのを見つけてしまった。あ、もう待った。走り、ここに滴ってるのがもう鍾乳洞と同じような原理ちゃう。ちょっとずつ面白いよ、これ全部できてるやん。すごいな。そりゃ氷瀑もできるっていう感じだね。ちょうどです。距離は宝塚から27キロ。はい、前はここ菊生台ですね。菊生台。山頂はもうちょっと向こう。向こう。うん。到着しました。ちょっと景色をねお届けしたかったんですけど、あいにくのちょっとまた真っ白けで見えませんね。本当はこの左側のところから見る景色がすごくいいんですけどね。もうさっさと三角点踏みましょう。じゃあ時刻は3時4分。いや、私初めて来ました、こんなしょっちゅう来ちゃって。これ完全に初めて。 698.6m。 さ、行きますよ、はい、ホラフォス関西百名山第6座目マヤさんパッチやりました。やりました。あ、すいません、お待たせしました。あの、ちょうどね、あの、毎週なんと6校全従されているというあの男性の方、年若い方に今会いまして、今から宝塚の方7時、8時着目指して走られるそうで、すごいな、タフやな。なんか絶対スポーツやってる系のあれやったね、風貌やったね。野球かな、ちょっとわかんないけど、写真撮っていただいて助かりました。じゃあ、今から下山に向かいたいと思います。はい。重走路で下山します。はい。田舎のおばちゃんみたい。よいさおお、日が差してきたね。時刻は3時39分。距離は29キロです。今ここですね、マヤさんから天狗道経由、
で、この現在地に来てるんですけども、なんと我々はここで学校林道っていうのがあるのを初めて発見しまして、これ初めてなので、ここ通ってから新神戸駅を目指してみようと、急遽そういうプランに決定いたしました。はい、じゃあ早速、ここの学校林道を降りてみたいと思います。あるね、確かに道が。ワクワク。おー、恐るべし学校林道。すごい、こんな景色が来んねんや。この送電線のど真ん中っていうのもなんか割と面白いね。めっちゃ真ん中やんって感じ。へえ、面白い。こんな角度から見えるのが面白いね、この街が。また天気のいい時に来たいね。火も買ってあって眺めいいわ。快適な学校林道を走っております。これ初めて通ったんですけどね。いや、ほんとよく整備されててね、だいたいこっから下山するときってほんと急な道がガレパが多かったりするんやけど、これ快適。この道快適だそうです。快適です。4時5分、距離は間もなく31キロ。新しい道はこういうサプライズがあるから嬉しいね。あの、予期しなかったような景色が目に飛び込んでくるとなんかすごい嬉しいね。学校林道です。おー、学校林道です。向こうの海の方に日が差してるのがまた綺麗やね。へえ、これはいいわ。学校林道です。お寺ですけど、なんかものすごい立派、オーラが漂ってますね、あの辺の。5時12分、距離は35キロ、今日のゴールはここ。立ち飲み空いてる。奈良温泉です。はい、水道筋商店街にぎわっておりました。ここでゴールです。打ち上げの様子は後ほど。水道筋商店街です。灘温泉最高でした。あの、泉質がいいですね。はい、そしてどこに行った帰りは、そしてちょっと行きますよ。はい、ヤゴチンタ、チンタ、チンタ本店一番。おいらっしゃい。はい、先生。毎度。マヤさんに登った帰りは？六甲に行った後は？あとは？俺の焼き鳥食いに来い。食いに来いって絶対言わせると言ってますけど、俺の焼き鳥を食いに来いって言わせると言ってますけど。食いに来い。ここは焼き鳥屋なので、これあれですね。やっぱちょっといただくところをやっぱり、はい、行きます。家では焼けないね。これ星は何ですか。星は星は焼く星は人に焼いてもらうことかな。急に急に急な振りに弱いね。俺のハートや。愛や愛。俺のハートや。ハート。生レバーも半端なく美味しいです。美味しい美味しい。あの、六甲来られた際は灘温泉と賃貸ぜひ。はい、コマーシャル。こんな店です。